ワイデックス、ワイデックス、ワイデックスはデンマークのコペンハーゲン北部に本社を置く補聴器メーカー。1956年にデンマークの郊外にて誕生。1995年には世界初のミミズ型フルデジタル補聴器を開発。現在は世界100カ国以上の国々で使用されている。ワイデックス・デンマーク本社の代表取締役社長はユガン・ジェンセン。 1956年、東京の神田駿河台に日本補聴器販売株式会社。1959年に解消する前は日本補聴器株式会社が誕生した。これが現在のワイデックス株式会社の前身となる。社員数3名。聞こえに悩む多くの方の力になりたいと海外から補聴器を輸入した。同年、デンマークの郊外に 補聴器の専門メーカー、YDEX が誕生した。二人の創業者は、エリック・ウェスターマンとクリスチャントップホルム。当時、苦心の末誕生した、YDEX の補聴器は、デンマーク政府が大量に注文を依頼したことを、きっかけに事業が、軌道に乗り、補聴器メーカーとして、確固たる地位を築いていった。日本補聴器販売株式会社は、 1964年から約30年の間に日本全国の主要都市に営業拠点を構えることになった。その後、一人でも多くの方に聞こえる喜びを取り戻してもらいたいという同じ使いを掲げていた日本とデンマークの2社は2001年1月、ワイデックス株式会社として新たな第一歩をスタートさせることになる。1996年、ワイデックスは 超小型サイズフルデジタル補聴器を開発した。補聴器に入ってきた音を瞬時にデジタル信号に変え、コンピュータで演算人の話し声を増幅しながら騒音を抑えることになした。アメリカのスミソニアン博物館では人類の幸福に貢献する製品として展示されている。2006年には聴覚理論に裏打ちされた ISP 統合信号処理補聴器を発表。2010年、ワイデックスはコペンハーゲン郊外に新車屋、新工場を設立した。デンマークで初めて採用された新しい地熱、暖房システムは従来のものに比べて二酸化炭素の排出量を70%削減でき、敷地内に施設した風車による風力発電によって建物に必要な電力を供給しつつ、 余った電力で近隣地域の需要も賄おうとする計画を進行している。また、雨水の再利用システムや2万枚のソーラーパネルによる太陽光発電システムなど最先端の技術や設備が新世代の建築物に注ぎ込まれている。現在では補聴器はより良い聞こえを提供するだけでなく、その先にある大切な方や友人との当たり前の幸せ。 聞こえる喜びを手に入れる道具であるといった考えに基づき、一人でも多くの方の聞こえに関する悩みを解決するため、日々、その開発、製造に取り組んでいる。1956年11月はエデックス、株式会社の前身、日本補聴器株式会社創業。1959年4月商号を日本補聴器販売株式会社に改称。 1961年6月東京神田より中央区銀座東に移転。1964年6月 y ッ e x 社の日本販売総代理券を取得。1976年5月横浜市に日本補聴器販売株式会社横浜店を開設。1976年9月 AB スペシャル社の日本販売総代理券を取得。 1978年2月仙台市に日本補聴器販売株式会社仙台店を開設。1985年6月インターアコースティック社の日本販売総代理券を取得。1993年5月資本金を1100 10万円に増額。1996年9月札幌市に日本補聴器販売株式会社札幌営業所を開設。 1997年9月、資本金を11700万円に増額。1998年3月福岡市に、日本補聴器販売株式会社福岡営業所を、開設。1998年5月大阪市に、日本補聴器販売株式会社大阪営業所を、開設。1998年8月東京都中央区、築地に本社を移転。 1999年11月名古屋市に日本補聴器販売株式会社名古屋営業所を開設2001年1月消号をワイデックス株式会社と解消2001年8月仙台市にワイデックス株式会社仙台営業所を開設2003年10月東京都墨田区堤通りに本社を移転2005年2月広島市に ワイデックス株式会社広島営業所を開設。2007年8月沼津市にワイデックス株式会社沼津店を開設。2007年8月富士市にワイデックス株式会社富士店を開設。2007年10月長野市にワイデックス株式会社長野店を開設。2008年8月筑波市にワイデックス株式会社筑波店を開設。 2008年10月松本市に、y ク x 株式会社松本店を開設。2009年2月仙台市に、y ク x 株式会社泉中央店を開設。2010年2月宇都宮市に、y ク x 株式会社宇都宮店を開設。2010年2月小山市に、y ク x 株式会社小山店を開設。2010年2月大田原市に、 ワイデックス株式会社大田原店を開設。2010年5月金沢市に、ワイデックス株式会社金沢店を開設。2010年7月郡山市に、ワイデックス株式会社郡山店を開設。2011年5月直営店14店舗をアクティブヒアリング株式会社2条と、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。